はい、どうも、都市ボーイズのエアです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はこちらでございます。はい、映画某は恐れている、2月に公開したばかりですか、2月16日に、はい、劇場公開が行われた、作品でございます。アリアスターといえばですね、ヘレデタリーとか、うん、あとはミッドサマーでね、はい、うちでも取り上げているんですけれども、はい、まあ、ホラー映画の巨匠と言っていいんじゃないかな。まあ、まだ早いか。まだ早くても、ただ世界に注目されている監督の一人ですよね。まあ、過去のね、2作でホラー映画界にこう、新風を巻き起こしたというか、そうやね。すごい天才だなと、実際に見ても思いましたし、思った。こいつはやばいぞってなったんですけども、なりました。そのアリアスター監督が、ジョーカーのね、ホアキン・フェニックス。はい。タッグを組んで、うん、最新作、しかも3時間の超大作ということでございますので、これは期待せずにはいられないということで、うん、早速ですね、僕見に行ったわけなんですけども、はい、まずですね、うん、まあ、なるべくネタバレはしないように話していきますけれども、はい、この映画ですね、僕の感想、うん、めちゃくちゃ面白かったんですよ。おー、そうですか。ただ僕がアリアスターに求めていたものとは違う形で、だから想像は裏切られたんだけど、うん、でも良かったっていう、なんかちょっと変なパターンで喜ばせてくれたっていう感じなんですけど、過去作とはだいぶ違うけれども面白いには面白いよということですよね。そうです、うん、やっぱアリアスターに求めるものって何ですかっていうところになるんですけど、やっぱり過去作で見るとホラー、まあホラーじゃないですか、うん、でホラーで、しかもそのホラーのテイストっていうのも、うん、もう誰もがこう不快感を持つような、うん、そうですね、最悪の描写だったりとか、はい、もうなんでこんなこと考えつくんだっていう最悪のそのストーリー展開だったりとか、うん、もうね、トラウマになりかねないような映像とかがこうふんだんにね入ってくるのがアリアスターの、まあ、特徴というか、はい、まあまあ皆さんアリアスターファンが期待するところだと思うんですけども、うん、今回はね、まあ、ジャンルで言うとホラーとは言い難い感じでして、はい、僕はもう完全に見る前に、何の情報も入れずに見に行ったんで、はい、アリアスターならこう来るだろうってちょっと思ってるわけじゃないですか、うん、でホラーだと思って行ったんですよ。でホラーの、まあ、結構どぎついのが3時間もあるし、うん、今回は相当気合い入れていかないとこう食らっちゃうじゃないかなって思ってたんですけども、うんうん、まずそれがもう振りになってる感じ、うん、過去の2作がもうちょっとある種振りというか、うんうん、アリアスターってこんな感じのこともできるんだっていう、うん、つまりコメディ寄りなんですよね。あ、そうっすか。ジャンルで言うならほうブラックコメディみたいな感じっていうかな、ホラー要素ももちろんあるんですけど、はい、なんかねやっぱりアリアスターすごいなと思ったのは、これホラーとコメディってやっぱりちょっと表裏一体なところがあって、うん、難しいよね。僕はミッドサマーとか見てて爆笑するシーン何個かあったんですよ。あった。マジでなんていうかな、気持ち悪いが行き過ぎと笑いになるというか、うん、わかるよ。なんじゃこれもう面白ってなるんですけど、うん、なんかそれをうまく逆手にとって、本来このシーンって多分、アリアスターの手腕からすれば、すげえ怖くも撮れるような感じに、見せられるのに、うん、なんかその引き具合というか、ちょっとうまいその見せ方によって、完全にその爆笑になるっていうか、うん、笑いのセンスもやっぱりすごいあったんだなっていうのをなんか今回、改めてこう、まあ感じたというか、あの人やっぱ狙ってやってたんだなっていう。だから昔はホラーの中に笑いを散りばめていたけれども、うんうん、今回は笑いの中に少しホラーを散りばめてるみたいな感じですか。そう。まあというか、感覚。というかね、ホラーの作り方っぽくしてるけど、笑えちゃうっていう感じ。ちょっと伊藤潤二先生の作品に近いような感じかな。ああ、まあそうかもね。じゃあ、うん、そういう要素もあるね。まず、びっくりしたのよ。うん、こういうことなの。で、前半、これ3時間あるんですけど、うん、4部構成ぐらいになってるんですよ。4部、はい、だから、見る人がしたら、何見せられてんだかよくわかんないってなる人も多分いっぱいいる。ついていけなくなる。ついていけない人も多分結構いると思う。うん、だから好き嫌いだいぶ分かれると思うんですけど、一部が、生まれるところから始まるんですよ。ボーっていう主人公。ボーは主人公なんだ。ボーが主人公のおっさん、中年男性。はいはい、それがホアキン・フェニックスなんですけど、うん、それが、
生まれるシーンから始まるんですよね。ワギフェニックスが生まれる。そうそう。はい。あの、これ一部。そう。お腹からこう生まれて、それが、そう、手術室の、うん、あの、絵になってみたいな。取り出されて、そこでお母さんがなんかいろいろ言ってるみたいなところから始まって。くしくも、ハンマユージョーと一緒やね。まあまあまあ、そうね。ハンマユージョーも一緒やからね。その時の記憶がね、ちゃんとあるみたいな感じなんですけど。そっからなんだ。まあ、すぐ中年になっちゃうんですけど。はい。え？すぐ？すぐ、もう次の提供でも、だいぶ中年。しかも中年も中年。中年の中の中年。中年の中の中年ど真ん中。剥げ上がってて。はい。で、もう錆びれてて。おで、もうあの、ちょっと汚らしい格好してて。うんうん、で、まあ多分、あの、仕事もできない感じ。ああ、そうっすか。で、恐怖症みたいなのを患ってるというか、ちょっと精神病っぽい感じなんですよ。はいはい。カウンセラーを受けてるんで。うん、で、まあその恐怖症っていうのが何かっていうと、うん、不安でしょうがないんですよ。ああ、ね、次に何がこんなこと起こったらやばいとか、うんうん、こんなあったらやだなとかっていう、うん、なんか常にそう恐怖心みたいなのがあるっていう。だからまあそのタイトルにもある、某は恐れている。うん、あんまなんですけど。そういうことか、はいはい。で、だいろんなことを某は恐れていくんですけど、うん、その某が恐れていく結果よりも最悪なことがどんどん起こっていくみたいな、理不尽な感じ。はいはい、だ見方によってはちょっと、ある種その、なんだろう、ミスター・ビーンとかさ、チャップリンとかさ、はいはい、ちょっと悲惨なことが常に理不尽にその某に襲いかかる、うん。で、中年男性だからこそちょっと面白く見えちゃうというか、うん、っていう感じの作りかな、なんですよね。うん、で、一部がまさにそれを、スピーディーに展開していく感じで、うん、その某が一人で暮らしてるんですけど、お父さんの、亡くなった何周期とかだったかな、うんかなんかで、実家の方に帰らなきゃいけないと、はい、で実家はちょっと離れていて飛行機に乗って、うん帰んなきゃいけないんだけど、まあちょっとあんまり帰りたくないっていう気持ちもあるんだけど、うん、まあ帰らなきゃいけないから、まあ、それはそうだ久しぶりだし、うん、お母さんにもねあの結構言われてるし帰ろうってことで帰ろうとするんですけど、うんうん、帰ろうとしているところ、例えばそのパスポートのやつとかをさ、うん、用意してチケットも用意していろいろトラブルが起きて、うん例えばまあマンションの中であのすごい騒音を出すやつがいて、うん、でその騒音出すやつがあの自分だと間違えられてるんですよ、うん、自分の部屋から騒音出してるって間違えられて、はいはい、ドアドン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 ってやられるみたいな、うん、であの紙スッって入れられて、うん、であのお前もう小さくしろとみたいなことで、うん、俺じゃないみたいなでもずっとその間違いをされていてやり取りやって寝られなくて、うん朝起きたらもうあ、時間ギリギリだみたいな、うん。それがどん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 重なっていって、それがかなり悲惨な状態になっていって、たどり着くまでがすごい大変なことが起こるっていうことなんですけども、うん、まずそこの、この後こんなこと起きたら最悪だなっていう想像があるんですけど、某、うん、の想像、はい。あと現実に起こってることが結構入り混じってくるんですよね。ああ、そういうことか。だから自分の主観的な見えてるものと、あの、現実に起こってることが、ちょっとこう、分かりづらく作られていると。だから、ファン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 と、うん、実際に起きてることっていうのが同時に進行してるから、ちょっと難しいってことね。そう。だから、これはどこまで本当に起きてることなんだろう。それとも、某が勝手にこれは想像して、だから、あれに近いかも。ブラマヨの漫才の、はい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 。あの、あ、でもな、こんなことあったら嫌やけどな、うん、みたいなので、どん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 こう、話したらええやないか。っていうみたいな感じ。だ常に、この後こんなことが起こったら最悪だっていう、大喜利が常にあるみたいな。うん、で、それ大喜利がありやすたら素晴らしいんですよ。勝ち続けないと大喜利って面白くないじゃん。これは、本当にすげえと思った。難しい。この後こんなこと起こりそうだなって、なんとなく想像できるんですよ。うんはい、その街がもう最悪、地獄みたいになってたりするから。うん、だからこれ後、こんなこと起きそうだなって思ってるんだけど、それとは違う切り口の、なんか答えで面白いの出してくるみたいな。最悪、それの方が確かに最悪だな、みたいなのをアリアスタが出すっていう。それがどん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 積み重なっていくから、普通にちょっと声出して笑うぐらい面白かったんですけど、ただ不思議なことに、会場結構満席だったんだけど、はい笑い声が上がるパートというか場所が結構ずれてる。へぇ人それぞれ楽しんでるところ違った感じがしましたね。あ、それはまたいいですね。面白い。そう、うん、だから僕がね、結構そういう意味では、あの、もう最初、序盤の、その第一部から、うん、
裏切られたって感じだったんですよ、うん、アリアスタこういうの取れんだっていう。で、まあ、そこからまた展開がすぐ変わって、まあポーが引かれちゃうんですよね、車に。まあまあ、引かれるんですよ、はい。で、そこをきっかけにまた今度違う展開になっていくんですけど、でそこが、なんかね、今度は家の中にずっと閉じ込められているみたいなパートになっていくんですけど、うん、でそこのパートは、家の中、大きいじゃないけど、家の中でまたちょっとシチュエーションが違ってくる。で、まあ、ちょっとテイストが違って、はい、あれこれって、なんか、ボーのことを誰かが、狙ってるんじゃないかとか、なんかそういうサスペンス要素みたいなのも入ってきたりとか、なんか謎のメッセージを渡されて、うん、これってどういうことみたいなのがあって、なんかちょっと謎解き要素が今度加わってきたりとかっていう展開になって、でそっからまたいろいろこうあって違う展開に第3部になったら、今度はあの絵本の世界みたいになるんですよ。なんだそれ。急激に絵本の中の世界に今度入ってって、で、しばらく絵本の中で、あの、ボーの自分の、人生の、うん、ハッピーな人生を送った時のボーがこういう感じになるみたいなのの、はいはい、絵本のバージョンが。まあ、それ想像、ね。想像みたいなところがあって。うん、で、それがまた現実にまたちょっとちょくちょく繋がっているから、これまたどこからどこまでが本当のことでとかっていうのがちょっと分かりづらく、まあ、あえてしてるんですけど、多分。で、まあ、それがあって。でもね、映像がもう本当に違う映画をオムニバスで見てるような絵代わりの仕方する。もう全く、ついていけてない人は何が起こってるのか意味が分かんなすぎるみたいになっちゃう感じ。だから、ボーの身の回りで巻き起こるいろんなジャンルのカテゴリーのことみたいな。へぇー。で、まあ、最終的には当初の目的にあった、その、実家に帰るっていう、うん、まあ、本当の大筋みたいのがあって、うん、で、その大筋の方に、最後の方行くんだけど、うん、行くんだけど、そこの部分は完全にサスペンスより。ちょっと怖い。ああ、なるほど、謎はそういうことだったんだ、みたいなのがどんどん出てくるっていう作りなんですよ。もう今聞いてるだけでも結構ちょっと難しそうというか、うん、なんかよくわかんない、どう見ていいんだろうっていうような要素だと思うんですけど、うん、でもそれが結果的に下津さんが面白いって丸々見て思えるようにつなげるって、うん、俺どっかで脱落しちゃいそうなんだけど、うん、それがきちっと脱落せずに最後まで密に沿っていってずれてはいるけどもね、うんうん、で面白いっていうゴールにつながるっていうのが想像があんまりできなくて、そうだね、確かに、うん、結構だからパートパートで見たらだいぶ理不尽なというか、はい、結構めちゃくちゃはちゃめちゃなんですよ。言ってることはね。そう、うん、なんですけど、特に、まあ僕個人のね、意見で言うと、うん、あの、絵本の第3部の下りみたいなの、うん、かなり長いんですよ。うん、で、長い上に、そんなに展開がバンバン変わるようなっていう感じでもなくて、うん、結構中だるみ寄りなんですけど、うん、その中だるみしてること自体もちゃんと意味があるみたいな感じっていうか、はい。アリアスターはね、多分相当意地が悪いですね、この人。あの、なんていうかね、全部アリアスターの手のひらの上で踊ってるような感じになるというか。だからシンプルに楽しませようとしたらできるんだけれども、うん、あえて回り道して楽しんでね、みたいな。あとまあやっぱり、その、自分が、わけわかんなくなるっていう感覚を、うん、味合わせてるというか、その、出てくる棒がまさにそうじゃないですか。うん、その自分のことなのか、まあね、その現実の世界がよくわかんないみたいなのがずっと続くんだけど、うん、それも観客にちょっと強いてるというか、うん、なんか、だから、この人やっぱ意地悪な天才というか、いろんなこと思いついて、いろんなことをこう試して、うん、で、この棒を恐れている。じゃあね、全米でも大ヒットしてんのかっつったら大ボケらしいんですよ。え、そうなんだ。うん。ダメなんだ。ザマー見ろと思いましたけど。ほら見ろ、普通に作っときゃ、みたいな。でも、うん、傑作だと思うんです、僕は。間違いなく。なんですけど、B 級映画だと思う、これ。うん。あのね、いわゆるこの3時間規模の、しかもこれだけお金かけた規模でやるような、うん、内容ではないと思うんだけど。ワーキングフェニックス使ってんのに。でも、傑作っていう、なんかね、変な、そりゃみんなには受けないよ、これ。大衆には受けないだろうっていう、なんかね、ちょっと、そこも意地悪というか、うん、まあ別にいいですけどっていう感がちょっとあるというかな。へうん、で、大きくくくると、まあ息子と母親の、うん、まあ物語が一番強く出ているというか、うん、まあそこが結構最重要部分でもあるんですけど、
その内容は結構エグいんですよね、そこの、まあ、ラスト。ラストもそうだし、まあ、そもそものその二人の関係性がついたりとか、はいはい、まあそこも描かれていくんですよね、ちゃんと緻密に。なんですけど、その内容を、ありやすい自分のお母さんにちゃんと見せてるらしいんで、その映画をね。え、うん、で、それを、で俺は見終わった後に、うん、これありやすとは自分の母親を見せたんだって思ったら、うん、なんかそれが、すごいな、この人。やっぱ、変な人って思った、どこをどう褒めていいのかも難しいんだけど、ちょっと興味あるな。かなり俺個人的には好きで、アリアスター監督の俺の印象は、一回見たらもう十分なぐらいトラウマを植え付けられるみたいなイメージだったんですよ。うん、もう忘れらんないシーン何個もあるみたいな。過去作がね。過去作。うん、なんですけど、今回のボーに関して言うと、もう一回見たいって初めて思った。アリアスターで。しかも3時間のに、うん。で、3時間マジであっという間に俺は感じた。はい。ただ人によっては4時間、5時間に感じるかもしれない。うーん、そのなんか、何が起こってんだろうってなり始めた時に楽しめなかったら多分ずっと苦痛だと思う。うーん、みたいな感じ。僕も気になって、うん、ま、ネタバレのないレビューを見たんですよ。3時間悪夢を見ているようなみたいなのが多かったのよね。で、どう評されてるのか俺はあんま知らないんですけど、絶対賛否は分かれるし、うん、これをすっごい大傑作だって言ってる人は、うん、なんかちょっとおかしい人かもしれないって思うところがある、うんうん、なんかね、うん、なんかの配信者がおって、うん、でそれがあれなのよ、映画をどんどん紹介していくみたいなやつがおって、はいはい、でアリアスターっていうのは見る前ね、うん、アリアスターっていうのは怖いんだよ、恐怖でもってなんとかなんとか、今回3時間、ホワキン・フェニックスお金もかかってる、これすごいんだよ、見た後なんだこれクソじゃねって言ってて。ああ、そうか。お友達の役もやってるんですよ。そういう人もいるんだね。お友達の役もやってて、お友達は、何言ってんだ、傑作だろって言って喧嘩して、この後一緒にご飯は食べませんでした、みたいな。あれぐらい言われるんだ、この、映画たくさん見ているね、配信者からするとって思って、それで興味持ったの。すごく面白いな、それってって思って。賛否がこんだけ分かれるんだっていう。いや、だから、うん、もうまさにその感じで、うん、俺の中ではすごい傑作だと思うけど、ね、これが、大ごけしてるっていうのも超わかる、うん、かだからただアリアスターやっぱ俺好きだわ、単純にこの人しか撮れないし、多分この人と似たものも作るの無理だと思う、そんな興味ある、飯食いたい、いや多分でもめちゃくちゃ意地悪だし俺性格絶対悪いと思うんだよね、アリアスターがね、うん、なんかみんなにも嫌なものを提供したいっていう意識があるらしいんだよね。そんなに性格ミッド様の時いい顔でもないしな、確かに、うんうん、まあすごい全然内容ね、今多分話してて分かんないと思うんだけど、興味はある、分かんなくて大丈夫ですっていう感じ、それはいいことだ、なんか物語を常にこう考えて追おうとしなくても、うん、別にパートパートでも見ても全然いいと思うし、最後のオチでみんな映画館全体がこう、ポカンっていう感じで終わるみたいなのもいいし。あ、これむちゃくちゃおもんない感想やなと思ったのが、うん、ぼーっとしてしまいましたって出て、3人見つけたわ。うん、最後。最後。ぼーっとしてしまいましたみたいな。言ったね、うまくないよ。これ、うん、ちょっと自慢じゃないけど、何ですか、みんながポカンってしてる、うん、そのラストみたいなのがあるんだけど、俺、読めたの、それ。え、こうなるだろうなって。すごい。全然それを言っても、うん、何にもなんか評価されない感じというか。あ、そうなんだ。オチがね。なんていうかな、不思議な感覚だったな、あれは。面白かったね。見に行きたいな。ということで。興味ある。まあね、ちょっと短く、しかも、内容触れないように言ったんで、分かんないとこ多いと思うんですけど、見終わったらね、また、言ってる意味が分かるかもしれないということで、某は恐れているかな。はい。ぜひ、劇場で見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。トシボーイズですね、はい、メンバーシップを、開始しております、はい、メンバーシップ始まっておりますので、はいはいはい、皆さんですね、ちょっと有料ではございますけれども、それに見合ったような内容のね、動画生配信、まあ、企画などもやっていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ入っていただければと思います、はい、お願いします。概要欄 URL にですね、そこからクリックしていただければ入れます、うん、ぜひぜひお願いいたします。以上です。ありがとうございました。